タスマル遺跡公園の大神殿。右手前側足元に見える、建造物は修復後の小神殿。タスマルは、エルサルバドル共和国サンタ、アナ県、チャルチュアパ市にある、マヤ文明遺跡の一つ。タスマルは、基地英語で、池にが焼かれた、ピラミッドを意味する。エルトラピチェや、カサブランカなどの地区と総称して、チャルチュアパ遺跡と呼称したり、単独して、 タスマル遺跡と呼称する。100サルバドールコロンの紙幣の図柄としても登場している。タスマルは、エルサルバドル西部のチャルチュアパ遺跡を構成する、マヤ時代の遺跡の一つで、アメリカ人考古学者、スタンリー・ボックスによって1940年から1950年にかけて発掘がなされ、1947年に、 国の歴史記念物に認定された。テオティワカンの古代都市、あるいはトゥーラシココティートランに告示した建築様式を持ち、主要な部分は、ピラミッド構造の大神殿及びその西側に立つ、小さな神殿の2種類の異なった神殿で構成され、その関係については明らかになっていない。1940年代のロングイヤーやボックスの調査では、 大見和殿と昇神殿を中心に、たす丸地区に13の建造物が確認されている。うち、5個天気に建築された、球儀場の遺構である3号建造物と4号建造物は、今日でも遺跡公園の区域にあり保存されている。遺跡公園の西側一帯は、墓地となっており、かつて存在した5号建造物は近代になって、墓地のため完全に破壊されてしまった。 残りは遺跡公園の東側に存在していた。1940年代時点で7号建造物は破壊され石像の基壇を残すのみとなっていたが、8号から13号建造物は小規模な神殿、もしくは低基団で保存状態は良好であった。1000個天気中期から5個天気にわたって都市活動が行われたチャルチュアパ遺跡の中では、 比較的広大に繁栄した遺跡で、北にあるエルトラピチェ地区や、カサブランカ地区が活動を停止した、紀元4世紀以降に、タスマル地区に中心が移った。都市領域は拡大していき、紀元7世紀には、カサブランカ地区でも先古典気の建造物を覆って、新しい建造物が建てられ始めるが、紀元10世紀に至っても、タスマル地区がチャルチュアパの中心であったと。 考えられている。大宮殿は少なくとも14の異なった機関による建築段階を持っていると考えられており、最も古いもので、紀元前6世紀から3世紀頃、最も新しいもので6世紀から11世紀頃とされる。2003年から2004年にかけ、エルサルバドルの国立文化芸術審議会を呼び、日本の名古屋大学が行った。 測量調査によれば、大和殿は、北部と西部に30メートルほどの基段を持ち、それぞれの建築軸がほぼ直角に交わるよう、設計され、これらの基段の上に、別の時期に、ピラミッドが構築されたとしている。出土品としては、円筒形土器や、翡水片などがある。19世紀末には、イグナシオ・バルベレーナによって、大和殿の西側の基段付近で、 タスマルの聖母として知られる21号モニュメントが発見されている。また、バルベレーナは6号建造物付近でうずくまったジャガーと呼ばれる別の石像モニュメントを発見しており、これらのモニュメントはカサブランカで発見された着モールなどと同様に国立博物館へ送られた。2004年10月1950年代にボッグスによって コンクリートで壁面を補強された昇神殿の南側一部が倒壊し2005年から2006年にかけてジャイカとコンカルチュラの協力のもと修復に伴う発掘調査が行われたその結果昇神殿は歴や平石市で築かれた石像建築物であり少なくとも4回の改装が行われており建築様式などから 五個天気のものであることが判明した。ヌエボタスマルは、チャルチュアパイ赤群を構成する地区の一つであり、タスマル地区の北東に隣接している。2001年から2003年にかけて、宅地開発に伴う発掘調査がコンカルチュラによって実施され、歴で築かれた、定期団の建造物や、住居跡の基礎が複数発見された。これらの遺構は、出土遺物から、 ご古天気のものと推定されている。また、深く掘られた、敷屈港からは、古典気港期の埋葬が見つかっており、5古天気の遺構の下には、古典気港期の遺構が存在すると考えられている。ありがとうございます。